みなハロー、ハロー、よろしくお願いします。お願いします。 MTV One でありがとう。So, Tom, so here we are, we're with The Gazette, a pretty awesome rock band out of Tokyo, and we're here to try and get to know these guys and see what they're all about. Maybe we can start like Shokai, Saishola, Shokai Dekimasuka. Hi. Like, just like, yeah, Junban. Guitar no Uruha desu. Cool, cool. Drum no Kai desu. Onegaishimasu. Drum, okay, so guitar, drum. Vocal no Ruki desu.Okay, よろしくお願いします。ベースのレータです。ギターの青いです。よろしくお願いします。ナイスマイクです。何もないです。Alright, cool. So, I guess like So, the name, 名前はどこから来た？ Who made up the name? 名前響き、いわゆるこう、元々はガゼっていう名前にしようと思って、で、そのガゼっていうバンドが最初に出すテープの名前をガゼットっていう、カセットとかけてガゼットって名前にしようと思って、でそのガゼットって名前の方が意外と ピンときたので、名前をガゼットにしたという。お礼と、レータとウラ。そうですね。大学三人、小学から。あ、俺とレータは小学校から一緒で。はい。で、高校卒業してしばらくいろんな横浜とかでライブしてて、ルキと出会って。でその後、葵と出会ってガゼット組んで、でドラムが辞めて、で海が入って。みんな多分変わらずルナシーとか X ジャパンだったりを見てて、うん、まあこういうところに流れ着いたの。みんな世代が同じなので、やっぱりその頃すごくビッグだったバンドに影響を受ける。スタイルはだんだんね、そう10年でだんだんイボルブしたね。So how is that process? どう？簡単？いっぱいファイティング、ドラマ、I meanクリエイティブはいっぱいね。いろいろ試したかな。でも好きなやっぱジャンルがたくさんあるから、やっぱりヒップホップ、まあハードかメタルだったりエレクトロだったり、そういういろんなものが聴いてるから、なんかそういうものをこうそのバンドと符合させてみたりとか、そういうのでいろいろこうなんか新しい音楽を作っていくっていうか、そういうのでこうだんだんこう固まってきて、うん、今のスタイルになっていったような気がする。まあいろいろこう今まで経験してきてるものがこう自分たちの中でこう蓄積されているので、まあ、純粋にこうバンドとはっていうものを自分たちでもう一回こう見直して今活動してる感じですかね。例えば今度またツアーがあって、新しいアルバムをリリースしてツアーを回って、そこでまた体験したことを次の作品にこうダイレクトにぶつけるというか、まあ、そういう活動をずっとしてきてるので、まあこれからも多分その確率というか常に挑戦を求めていくっていう感じですかね。うん。Hello。ありがとう。すみません。お茶ね。はい。Sorry。大丈夫？ちょっとティー。大好き。大丈夫。ちょっとリラックスしてみる。OK。ありがとうございます。Thank you。